イスをするとしたら、はい、どういうことがありますか？そうですね、まあ、森さんのように本当に自分の体をよく分かってらっしゃって、走る場合はいいんですけど、だんだんこう記録とか満たすようになると疲れてるのに無理して走る人がいます。毎日走んなくていいんです毎日走んなくていいんです。毎日走ってそのペースを整えないといけないのかなと、やっぱりどうしてもね、免疫はもちろん上がるんでしょうけど、時々やっぱ仕事の疲れとかありますが、そういう時は無理をしない。無理をしない。休む時はちゃんと休む。これはやり始めると、走らないとちょっと気分が悪くなって、汗をかかないとなんか気分悪くなって、どうしても体調悪いのに無理して走ってしまいがちなんですけど、そこはやっぱり注意していただきたいですね。はい、ぜひ皆さん今の注意を守ってランニングを続けていただきたいと思います。はい、では森さんからも、はい、森さんみたいな美しいスタイルになりたいと思っている女性の方がたくさんいらっしゃるかと思いますので、女性ランナーの皆さんにアドバイスをお願いします。はい、でも先ほども言ったように、こう可愛いランニングウェアだったりも最近はたくさんありますので、まずはその自分の気持ちが高くなるような、もしかしたら外見から入っちゃってもいいのかななんて思いますけれど、まずその自分のなりたい自分っていうものをはっきりビジョンに置いて、まあ、可愛い格好だったりかっこいいランニングウェアを着て、で、まあ、継続は力なり、何事もやはり無理をせず、はい、無理やりこうダッシュをして、あと疲れて三日坊主にならないように自分のペースを決めて、無理せずこう長く続けることがいろいろな意味でこう美しさにたどり着くのではないかなと。美は一日にしてならずで。この名言ですね